悲劇的序曲作品81は演奏会用序曲として1880年にヨハネス・ブラームスによって作曲された還元楽のための楽曲である。1879年にブラームスはブレスラウ大学の哲学科から名誉博士号を与えられ、翌1880年の夏、推薦人の一人であった指揮者のベルンハルト・ショルツのすすめから感謝の印にと、 大学祝典序曲を保養地バートイシュルで書き進めていた。この際、彼はこの陽気な笑う序曲と体になる泣く序曲を書こうと考え、同時にこの悲劇的序曲も作曲した。タイトルについては、ショル留宛の書簡で旬旬した様子も見せているが、最終的にブラームス自身が命名している。同年の9月13日にその日が誕生日だった。 クララ・シューマンとの連弾で両曲を披露しているため8月中にはどちらも作曲を終えていたものと推測されている。その題名及び劇的な構成から公共史のように何らかの題材となったものがあるのかとも感じさせるがブラームス自身は何らかの具体的な悲劇を題材として想定したものではないとそれを否定している。なおブラームスが残したスケッチや 奏功の研究では、作曲の10年以上前になる1860年代の末には、すでにこの曲のスケッチが出現していることがわかっている。1880年12月26日、ウィーン楽友協会大ホールにて、ハンスリヒター式、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団による、アレグロノントロッポ、モルトピューモデラート、テンポプリモマトランク色演奏時間は、 約12から14分。自由なソナタ形式。展開部と再現部第一主題部が融合した独特のソナタ形式を取る。これはブラームスが公共局第1番や公共局第3番の第4楽章などで使用した形式である。アレグロノントロッポに単調に2拍子で全合奏の和音が2つ奏されてから第一主題が提示される。 変異蝶々に転じると推移主題が入話に現れる。その後、第二主題が、ヘ蝶々で提示される。さらに、第一主題と同様に激しいコデッタ主題が、情熱的な紅葉を見せて続く。やがて第一主題が再現され、モルトピューモデラート4、4拍子で、行進曲風に進行する。その後、経過主題、第二主題、コデッタと提示部通りに再現される。 コーダは第一主題で高揚し、最後は二単調で力強く結ばれる。なお3年後に発表される公共曲第3番は、その学奏や動機、構成に共通性がある点が指摘されることもある。フレー1、フレー2、フレー3、ピッコロ1、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、チューバ1、ティンパニー1対言語部。 ありがとうございます。